はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内恵三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年2月16日の朝に収録しております。今日は昨夜、見に行ってまいりました、すべてうまくいきますようにっていう、フランス映画についてお話しさせていただきたいと思います。この映画は私公開前からもすごく気になってて、絶対見に行かせていただこうと思ってた作品の一つで、確か2月3日には公開されてると思うので、大体私もいつも気になってる映画は、まあ、公開初日か次の日ぐらいには行くんですけど、ちょっと2週間近く経ってしまったんですけども、昨夜見に行かせていただきまして、私は素晴らしい映画だと感じましたし、このほっこりカフェ、まあ、シニアチャンネルでもありますので、シニアの皆さん、このほっこりカフェを視聴してくださってる皆さんには、ぜひ見ていただきたい映画だと思って、昨夜帰ってきてすぐに動画を収録しようと思ったんですけども、今回のこの映画は、安楽死をテーマにしている映画です。で、まあ、このほっこりカフェでは、生老病死っていうお話もよくさせていただいてますし、この生老病死の死っていうものについては、結構正面からテーマにしてお話しさせていただいているチャンネルなので、よくこのチャンネルを見てくださっている方は、この死というものを私がお話しさせていただいても、特段、驚かれることなく、聞いていただけると思いますし、またこの私たちシニア層にとっては、このいつか必ず迎える死、10年後、20年後、30年後、40年後かもしれないんですけども、いつか必ず私たちが迎える死というものを、やっぱり時々自分の中でこう考えたり、テーマとして考えたりすることが、今日一日生かされている今日この一日を、なんか精一杯充実した一日を生き切るというこの生のためにも、この死っていう概念を持っておくことがすごく私は大事だと思ってて、で、比較的日本人はこのいつか必ず迎えるんやけど、死というものについてなんかこう話したりするのをちょっと避けるようなところがあるのではないかなと思うんですけども、生を生き切るために死っていうものをやっぱり私は考えることが大事だと思っているので、まあこの映画を通じて、またこのまあこの映画は安楽死をテーマにしているので、そのあたりを、まあ私もお話しさせていただきますけども、見てくださっている皆さんと一緒に考えさせていただくような、まあ動画にしたいなと思ったんですけども、やっぱり死をテーマにするのを夜にお話しするのと、朝にお話しするのでは、やっぱり多分、話してる私の気持ちも違うし、やっぱり一日の疲れが残って、その中でこの体力を振り絞って、このお話しするのと、また一晩こうぐっすり寝て、なんかこう疲れも取れて、朝のなんかこうすがすがしい空気を吸ってお話しするのとでは、やっぱりちょっと違うんではないかなと思って、昨夜取りかけたんですけども、あ、やっぱりこの死をテーマにしたお話は、朝、明日になってからお話しようと思って、一晩明けてお話しさせていただきます。ですので、安楽死、死をテーマに今日はお話しさせていただくんですけども、まあ、少しでも聞いてくださる皆さんの気持ちが、こう暗くならないように、死というものを考えながらも、あ、今日一日、この生かされている命を精一杯また頑張っていこう。そんな気持ちになっていただけるようにお話ししたいなと思っておりますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いします。で、この映画、日本のタイトル、邦題はすべてうまくいきますようにっていう、こうなんかどうなるかなっていう感じの、多分思いを持たせるようにこういうタイトルがついてると思うんですけども、元々のタイトルは Everything went fine だから went なので、まあ、すべてうまくいったっていう風に捉えさせていただいてもいいかなと思うんですけども、まあこの邦題によって、どうなるんかな、最後どうなるんかなっていう、まあ映画を見る人のまあ気持ちに沿って、こういうタイトルが付けられたのではないかなと思っております。で、まずまあこの映画のまあ骨格的なところをお話しさせていただきますと、監督はまあフランスの名監督の、誉れも高いフランソワ・オゾン監督作品で、でこの原作になる Everything Went Fine っていうこの本を出されたのは、そのフランソワ・オゾン監督といくつもの作品で脚本を書かれ、監督をされてっていう二人でたくさんの仕事をされてます、エマニュエル・ベルンエイムさん
っていう、まあ、作家であり、脚本家である方の、まあ、原作が、この Everything Went Fine です。で、このエマニュエルさんのご自身の、まあ、体験を書かれている本なので、この映画は実話がベースになってるんですけども、まあ、そこに、オゾン監督のちょっとオリジナルな味付けみたいなものがされてるようで、で、実はこの原作、Everything Went Fine を出版された後に、その原作者のエマニュエルさんから、オゾン監督に、これは映画化にする興味はないって、なんかね、友人関係でもあったので、聞かれたそうなんですけども、そのオゾン監督、昨日オゾン監督のインタビューの動画を見させていただいたら、オゾン監督がおっしゃってたのは、ちょっと自分には遠い話やし、なんか今この物語をなんか自分のものにしたいと思わへんかったから、あまりその興味を示さへんかったら、他の監督が、まあこの映像化されたりしたそうなんですけども、このエマニュエルさんが2017年に亡くなられて、そしてまたこのオゾン監督がエマニュエルさんのことを思って、なんかこう近くに感じたいと確かそのインタビューでおっしゃってたと思うんですけども、まあ時間が経て、今だったら、まあこの作品を、この本を、なんか映画化自分ができるかなっていう思いで、まあ映画化を考えられたそうで、で映画化を考えられた時に、その主演にどうしても出てほしいと思われたのが、ソフィー・マルソーさんです。こちらに映ってます。もう、14歳、15歳ぐらいの時にラブームで、もう、すぐに、もう、スーパースター、スターになられて、その後もいろんな作品にも出られてますし、もう今、フランスを代表する大女優のお一人です。で、今、56歳ぐらいになられてるみたいなんですけども、やっぱり、すごく、素敵な、大人の女性、ですし、今回この映画、安楽死をテーマにしてるんですけども、もうなんかそんなになんかこう暗い気持ちに全然ならへんかったのは、主演をこの素敵なソフィー・マルソーさんがしてくださってるからっていうのも、なんか私の中ではあるかなという感じがしました。で、このオゾン監督はソフィー・マルソーさんと、いつか一緒に仕事をしたいとずっと思っておられたみたいで、今までいくつもの作品でちょっと投げかけたんやけど、ソフィー・マルソーさんの方がまあ、それほどその脚本とか映画にその作品として興味を示されなかって実現できなかったそうなんですけども、今回このエマニュエルさんのこの原作をまずソフィー・マルソーさんに送って、これを映画化するとしたら出てもらえないかっていう風に投げかけられたら、今回のこの作品に関してはこの原作を読まれてソフィー・マルソーさんがぜひやりたいっていう風にお返事いただけたということで、この原作を元にまた脚本を書かれてソフィー・マルソーさん主演という形で、できたのがこの映画です。ですのでソフィー・マルソーさんが演じておられますエマニュエルっていう方がこの原作を書かれたエマニュエル・ベルン・エイムさんですので、このソフィー・マルソーさんがまあ言ったらこの原作者の主人公を演じておられるという形です。で、このエマニュエル、ソフィー・マルソーさん演じますエマニュエルの、お父さんアンドレっていうこのお父さんが84歳やったと思うんですけども、まあ、すごくなんか美術賞なんかをされて、豊かで、そしてまたこの人生を楽しんでおられたそのお父様が脳卒中で倒れられて、で、まあ、皆さん病院に駆けつけるんやけど、まあ、それ以降、自分でやっぱり歩けなくなったり、もう体の自由が自分で効かなくなったお父様が、ある日、そのエマニュエルに、もう終わらせたいと、自分の命を終わらせたいっていうことを、告げられて、要するにもうこんな風にもう自分の体が自由に動かへんやったら、要するに安楽死を希望するっていうことを、娘さんに告げられて、さあどうなるかっていうまあストーリーです。で、ここでこの映画で描かれているのは安楽死です。で、安楽死っていうのは、この映画の舞台になってます、フランスでも、
で、この私たちのこの日本でも、今は禁止されていますし、その安楽死したいっていう方の希望に沿って何かこう手伝ったりすると、殺人を幇助したことになるんかな、と助けたことになる形で、罪になって捕まります。で、この映画の中では、フランスでは、それができないので、いろいろとこのエマニュエルが調べて、スイスではできるっていうことで、スイスにお父様を、まあ、最後運んでっていう形になります。映画の内容については、私もその事前に見る前に、その公式のホームページなんかで、もうすでに読ませていただける、内容ぐらいに触れるようだけにして、これから見に行かれる方のなんかこう邪魔にならないような話にちょっと注意させていただきたいと思ってるんですけども、スイスの方に運んでさあどうなるかっていうことなんですが、で、そもそもこの安楽死、先ほど言いましたようにこのフランスでも日本でも禁止されてますし、安楽死とちょっと関連した言葉で尊厳死っていう言葉があります。この安楽死と尊厳死の定義、ちょっと難しいところがあるんですけども、ここをまずはっきりさせとかへんと、なかなかこのテーマについて、自分の中で、また家族の中でお話をしにくいと思うんですけども、そこがちょっとね、ごっちゃになりかけてるなと思うのが、このパンフレットの中でも、この解説をされている方のお話の中で、監督フランソワ・オゾンが再び社会的にデリケートなテーマ、尊厳死を扱うというのでって書いておられたり、そんな父親は娘に泣いたりするなというが、それは娘を悲しませたくないというだけではなく、尊厳死は彼にとって自由な人生を貫いたっていう達成感になるのでということで、ちょっとここで解説をお話しされている方も、尊厳死っていう言葉、この映画を尊厳死というふうに捉えておられるような表現があるんですけど、この映画で描いているのは尊厳死ではなくて安楽死やっていうことだけはちょっとはっきりと、ここだけははっきりさせておかなきゃならないなと、思います。で、今出ましたこの尊厳死っていうのは、日本にも尊厳死協会っていうのはありますし、一時ちょっと私もどういうふうにそれをされてるのかなと思って資料を取り寄せたりさせていただいたこともあるんですけど、尊厳死っていうのはもういよいよこの死を迎える、近づいてきた時に、それをこの延命処置、その例えば胃ろうをしたりとか、いろんな形の延命処置を自分はせんとってと、もういよいよという時になったら、もう無理にその命を長らえるためだけにいっぱいもういろんなこのつけられて、っていう、もう自分の何の意思も表示もできん、そんな時が来たら、もう無理にそのなんかこう延命をするためだけの治療はやめてということを、できたら自分でちゃんと表示しといて、で、それをまあ、家族がその本人の意思に沿って、ような形で、するのが尊厳死だと思いますし、で、安楽死っていうのは、その最後、まあ、もちろん、自分の体が動かなくなったり、なんか自分で思うように生きられなくなった方が、何らかの、やっぱりもう人為的に命を終わらせるような、この手段で自分のもう命を最後終わらせるっていうのが安楽死だと思います。ここはちょっとね、私も今勉強中なところがあるんですけど、で、この安楽死は先ほども言いましたように、このフランスでも日本でも禁じられています。で、昨年ジャン・リュック・ゴダール、フランスのまた名監督ゴダール監督が、お住まいのスイスにお住まいになってたみたいで、スイスでその家族に見守られながら安楽死を選ばれたっていうなんか報道があったのも、なんか今年を記憶しているので、その、まあ、できる国というのが、オランダや、スペインや、で、この映画で描かれているスイスや、アメリカも結構州によって、もういろいろとこの法律が微妙に違うので、アメリカのいくつかの州でも、この安楽死を認められてる州もあるみたいですし、またその安楽死についても、その各国によって、そのおそらく条件的にものはなんか微妙に違ったりするんではないかなと思います。ですので、この映画で描かれてるのは
安楽死です。ですので、これは、私たちの住んでるこの日本では、これを希望しても、日本国内で、それを実行すると無理ですし、それを助けると、罪になって、捕まるっていうことを、まず前提として知っていただいた上で、まあ、この映画を見て、やっぱりそれぞれ、高齢の、まあ、方、ご両親、ご家族がおられる方なんかは、この娘さん、エマニュエルの気持ちになって見ていただいたり、また、そこそこの年齢になった、まあ、のほっこりカフェ、シニア層にとってみたら、この健康で毎日が生かされている体が自由に動く、目が見えて耳が聞こえて手が動いて自分の足で歩ける、こんな幸せなことはもうないと思うんですけども、その、やっぱり何らかの自分の病気や事故によって、その自由が、まあ、効かなくなって、た時、本当にもうそうなった時を考えると、さあそのまま最後を神様が生きなさいっていう、その最後の時間までこう力強く、その運命を受け入れて生きていけるのか、それともここで描かれているお父様アンドレのように、もうこんな自分で自由がやっぱりこう制限されて思うように生きられへんやったら、もう彼は終わらせたいと言いましたけども、まあ終わらせたいという気持ちになるのか、この映画の中の、またその登場人物のどこかに、なんか皆さんの気持ちをこう投影していただいて、見ていただくのがすごくいいと思いますし、またそれを自分の中で、お父さんの立場になった時に、自分はちゃんとその限られた、なんかこう自分の許されたこの、生命的な自由の中で最後まで生ききれるかな、それともまたお父さんのように、ああいうことを選んでしまうっていう部分はないやろかなっていうのを考えていただいたり、まあ、それをまたご家族でこうなんかこう話し合ったり考えたり、していただくのにはすごくいい作品になると思います。で、確か映画の中で、そのエマニュエルがこう探してスイスで、そういうことをしてくれる、ちゃんと助けてくれるスイスでそれをしてくれるというところがあって、そこと連絡を取られてっていうのがあるんですけど、結構費用がいくらぐらいかかるんやとお父さん言わはって、で結構いくらいくらって言ったら結構高いなと。で、確かに映画の中で貧乏人はどうするんやと、まあお父さんお金持ちなんで、おっしゃるんですけど、その娘さんが確かに、ね、生き抜くのよみたいなことをおっしゃって、あのあたりのなんかこう表現の仕方、セリフ、もうなんかこうちょっとフランス映画っぽいなと思ってね、素敵やなと思ったりしました。でやっぱりこの映画のこのそういう安楽死をテーマにしてる映画なんですけど、なんかやっぱりもう場面がすごいおしゃれで、まあソフィー・マルソンさんも素敵やし、だから本当にね、先ほども言ったようにこう暗い気持ちにならずに、なんかこの映画とずっとなんかね向き合って見られたっていう気がしました。で、まあ、これは、ま、お話ししてもいいと思うんですけど、病室に、ジェラールっていう、まあ、姉妹は嫌な奴が来たのよっていうのがあって、まあ、これ言ってもいいと思うんですけど、ジェラールっていう、なんかま、昔の友人みたいなおじちゃまが、このお父様、アンドレを訪ねてきて、最初アンドレはものすごく嫌がるんやけど、もうコントってって言うんやけど、また来てっていう、僕はあのジェラールっていう人がどういう昔の友達やったんかなと思ったりしたんですけども、これ言っていいと思うんですけど、この、パンフレット読んだりしたら、あれはお父様の、昔の恋人やった、そうね。このあたり、なかなか、私もね、言ったら、84歳かな ?5 歳、4歳になられた、お父様、で、奥様とも長年別居されてるんやけど、彫刻家の、奥様、別居されてて、長期の鬱っておっしゃってたかな、もう表情があまりなくなっておられるような演技をされてましたけど、一応離婚されずに奥様がやはるんやけど、その、訪ねてきたおじちゃまが、昔の、恋人、やったそうなんですけど、このあたりがなんか私もそういうのにちょっと全然感覚的に分からへんかったんで、見てて人は結局どう昔の友達やったのか、にしてはなんかな
というふうに思ったんですけども、これから見に行かれる方は、それを知っていただいても、全然、おそらく、映画を楽しめるのに邪魔にはならへんと思うんですけども、昔の、恋人をやったらしくて、このあたりも、なんか、ちょっと私もね、そのあたりはちょっとなかなかわからへんので、この年になっても、そのあたり理解できへんかったんで、それは帰ってきて、パンフレットを読ませていただいて、あ、そうやったんや、っていうのをね、気づかせて、いただきました。こうしたテーマで、なんかすぐに思い出すのは、クリント・イーストウッド監督の、ミリオンダラベビーっていう作品があって、そのボクシングのトレーナーだったところに女性で、自分に教えてほしいということで、まあ、ものすごい努力をして、女性のおそらくチャンピオン的なところまで行くんやけど、最後相手のちょっと反則的なパンチみたいなものがあって、倒れた時に、この首のあたりをこう、椅子で打って、全身このもう動かなくなるっていうかわいそうな、形になってしまうのを、その、トレーナーやったクリント・イーストウッドが最後も命を終わらせてあげるっていうようなことがあったんですけども、あれもおそらく安楽死に当たると思います。あれはただ何かをこう外していったんだけじゃなくて、何かの薬をおそらくこの、点滴に入れて最後命を終わらせはったと思うので、あれも安楽死になると思いますので、なんかまたね、久しぶりにちょっとあの作品もまあすごくなんかこうちょっと重いテーマではあったんですけども、素晴らしい作品やったと思うので、また見てみようと思います。このフランス、映画、フランスはオゾン監督、そしてまたソフィー・マルソーさんという、もうもうすごく素敵やった、若い時も素敵ですし、で、またやっぱりね、今、この50代になられてるなんですけども、大人の女性としてもすごく女性なんですけど、時々やっぱり本当になんか嬉しそうな表情されてる時とか、若かった時のなんかこう面影がチラチラと見える瞬間があって、そのあたりも、なんかね、すごくね、ちょっと、素敵やなと思われてる、なんか場面がね、いくつもあったんで、そういった意味でも、なんかね、この作品を、すごく、なんかこう、楽しむことができましたし、Everything went fine、すべてうまくいきますように、ぜひ、ほっこりカフェのチャンネル、そしてまたこのシニア層の皆さんには、ぜひこの作品は見ていただいて、ご自身の中で、もし自分が、ああいう風になった時に、さあどんな気持ちになるんやろう、まあもちろんなってみないと本当にそれはもう想像できることではないかもしれないし、わからないところもあると思うんですけども、自分のこととして捉えていただいて、そしてまたそれをなんかこう家族で、この安楽死や尊厳死、もちろん安楽死は日本ではできないんですけども、その自分でそのなんかこう、もう治る見込みもないし、体の自由もなくなってっていう風になった時に、その尊厳死っていうことをなんか自分は希望するのかしないのか、それをまた時々、家族の中でお話ししていくのも大切かなと思いますし、フランソワ・オゾン監督自身もインタビューで、これは何かのテーマをなんか伝えようと思ったんじゃなくて、これを見ていただいて、自由に、感じてほしいにゃとご自身もおっしゃってたので、まさに、そういう、映画だと、私は思いましたので、もう、良い悪いとかではなくて、なんかぜひ見ていただいて、何を感じるか、そして自分の中でそれをこう感じたことを、ちょっとなんか自分の中でテーマとして持って、それをまたこの親しい人、家族の間でお話ししたりするのには、すごくいいテーマの、大切な作品かなと思いましたので、昨夜見たんですけども、夜に話すより朝に話した方が少しでも明るくお話できるかな、そんな思いで2月16日の朝にお話しさせていただきました。フランソワ・オゾン監督作品、すごく素敵な私は作品だと思いました。Everything went fine。すべてうまくいきますように。私は昨日、アップリンク京都っていう、ちょっとこのミニシネマ的なところで見たんですけども、全国でもそういうところで結構上映されてると思いますので、コメント欄に、公式のサイトのアドレスを貼り付けておきますので、そちらの方で上映館を探していただいて、ぜひ、このほっこりカフェチャンネルの皆さんには、見に行っていただけたらなと思って今日はお話しさせていただきました。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。 Everything went fine、まあ、この安楽死という方向じゃなくて、いろんなこう願い、素敵な願いが全てうまくいったらいいなと思っております。ありがとうございます。生まれてきてよ
よかった君と出会えたから」